報告会を行いたいと思います。私、共同代表を務めております島田と申します。よろしくお願いいたします。皆さんは第13回の裁判に暑い中を傍聴にご参加くださいましてありがとうございました。また引き続いて報告会においでくださいましてありがとうございます。これから会を進めていきたいと思いますが、まずはじめに共同代表の土屋源太郎さんから開会の挨拶と皆さんに対するお礼を一言述べたいと思いますので、よろしくお願いいたします。こんにちは。お忙しいところ今日はありがとうございました。傍聴席も非常に多くの方で埋まりましたし、それで報告会もこれだけ多くの方がご参加いただいて本当にありがとうございます。これから内容を武井先生はじめいろいろ詳しい話になると思いますので、よろしくどうぞお願いいたします。土屋さん非常に短い短いよ、はい、もう起きちゃった。会議始まっておりますので、受付済ませた方なるべく早くご着席をお願いいたします。それでは弁護団の方から今日の裁判の問題点、あるいは来年の1月に判決を言い渡すということがありましたが、その辺の流れなどについてお話をいただきたいと思います。竹内先生からですか、はい、よろしくお願いいたします。原告代理団の竹内と細川吉永弁護士3人でございます。今日はどうもありがとうございました。傍聴席、最初入った時に結構待ってるなと思いましてね、よかったよかったですごく思いました。今日は弁護、傍聴できなかった方いらっしゃいます。みんな聞きました、はい、中身はいいね、はい、じゃあ座って話します。前回の法廷が5月22日で尋問の期日ですよね。でその時までもう尋問までやってるんで裁判長を交代するとは思ってませんでした。でもちろんその後ね一回探りましたけども裁判長交代ないという前提で今日も来てました。そしたら現場にから変わっていて、しかも6月に変わって、怖いのに前5月に尋問やって、その後でしょ、もうすぐ。で、またその最終事務所でも7月の末に出せと言われていたんで、出しました。その時はもう前の裁判所いなかったというわけなので、その肩透かしなんですけど、まあ、裁判官っていうのは誰がやっても私は一緒と思ってるんで、国家権力ですからね。あと判決書くのは多分ね、向かって右側の裁判官、左陪席っていうんだけど、あの人が原案書くんだなと思ってる。でただ方向性については裁判長がね、最後決めるんだけど、まあ、左陪席が頑張れば、左陪席内の判決が出るかもなとは思ってるんで、まあ、これ自体はもうこっちに言ってもしょうがないんで、まあ、今日はどっちにしても、裁判全部を総括した書面を出したわけです。で7月末に出してますので裁判官読んでると思いましたけども、要点を絞って、で大事なところは全部朗読、あとはポイントで述べて一通りのことは言えたと思います。でその上で最後にその伊達昭夫さんのね、私が聞いてた話をね一言述べてですね、裁判長はそういう、ね、考え方でやってくれと最後お願いしまして弁の終結となった次第です。まあ、今日の中身はね、レジュメというか、その原告最終事務所面の目次のページを配ってあります。でこういうことがずるずる書いてあって合計50枚超えてるんですけれども、まあ、あれをその1時間で喋ったわけなんですが、まあ、要点だけ分かったかなというふうに思ってます。でまた今後
原告団の方からもね、その最終準備書面、どういう形かで皆さんに配ることになるかもしれないし、あるいはその必要な方は言ってくださいという形になるかもしれないけども、読む機会はご提供する予定でおりますので、皆さんの方のご要望を出していただければと思っています。はい、まあ、それで、今日がもともと前回の法廷の時に、次の回までに7月末に、最終書面を出して、で9月の今日11日認知の弁論をやって、で口頭陳述をやると、でそれが終わったら弁論終結、これで終結、まあ、決心という言葉ですよね、審理を結ぶと決心、そういう形で、じゃ あ、 あとはその判決書くプロセスに入ると、こういう話だったと思っています。ですからその予定通り裁判長は次回の期日を言いまして、判決期日を言ってくれました。1月の、15、はい、来年というとかはいきなり1月だったんですけどね、で、まあ、結構期間は3ヶ月はあるので、まあ、その間当然かかるようなと思っていて、弁護団の方でもね、早ければ12月、普通に考えたら1月と思っていました。ですから普通のペースかなと思っている次第です。私びっくりしたのはその裁判長交代した、その全然予告なしで、しかもその尋問聞いた裁判長が ねいなくなっちゃったのはちょっと残念でありますけども、尋問調書ってよくできていてね、難しい話がきちんと一通り読むとね頭に入る、そういう内容になっていました。例えば孫崎さんの尋問なんかね、結構細かい話なんだけど、ずっと読んでるとね頭にスーッと入ってくると私は思ってますんで、一通り読むだけでもね尋問の状況が伝わると私は思っています。でまた今日の最終書面もあれば一通り論点も分かるし、一応これで理解ができるかなと正直思っているところです。で、まあ、もともと、まあ、この事件自体が、この事件自体が古いわけ、1959年でしたから非常に古いわけでして、大昔の事件であります。だからその時にその、ね、まさに暴行があったとしたら、通常その時効だねと誰も直感的に思います。で誰もまた裁判官も被告の方もみんな時効だと当然思ったと思うんです。ですから私たちとしては、このパッと時効で一番最初に弁論を始めた最初の方に時効って言われちゃうかなと思って、中身は入ってくれないかなと思っていたけど、まあ、それでもいいと、このこと自体は、ね、世の中に、ね、出すこと自体が意味がある、誰が考えたってこの裁判、大法廷判決は公平な裁判ですよね、いかさまですよ。ですから誰が言ったって分かる、でそこで勝負すればいいんだと。で私がいつも言ってる、法廷は全社会、裁くのは全人民、それでいいと。つまり本件は歴史の審判やってるんですよ。だから歴史の審判は全人民でやるんだ、裁判官は決めんじゃないでいいと私は思ってまして、そう思って始めたけども、実際中身にどんどん入ってこれて、で文書の公文書の中身についても、またその時代背景についてもいろいろ弁論をやってきましたので、非常にその充実して審議ができたなと思っています。で最後はその大崎さんまだね参加協力してくれまして、ああいう尋問ができたと。で最後にその土屋坂田からね大演説もねやってもらいましたし、やれることは全てやったなと正直思っています。で最後一番最後に聞いた調査嘱託ってやつね、裁判所が直接そのアメリカ公文書館に文書を、ね調査するという手続きがあるんでやってるんだけど、結局文書は回ってこないで、裁判長前の裁判長が言うには、実際から最高裁には、ね、その調査嘱託書を出したと、で当然最高裁からそのしかるべきところに出したと思うと言っていて、そのしかるべきところってどこかっていうと外務省ですね。ですからそこから先は全部ねこの事件の下手人ばっかなんですよ。まあ、もちろん最高裁は下手人だけどね、全部下手人なの。だからどこへ泊まるか分かったもんじゃないともちろん思ってまして、それを構わないという路線でやってました。そしたら吉田さんがね、協力してくれて、じゃあ側面からね、その公書館の方にね、検査さんをその請求を出してみようということでやってくれまして、それ見事当たってですね、公書館からの文書開示があったんですよ。それも証拠で出してますので、裁判官そのルートでも見てるわけです。ですからその上で、まあ、今日、そういう審理の経過を一通り踏まえて判断しますと、なんか偉そうに言ってましたよね。はい、それはそれで結構なんで、結構ですと話になりました。で、その上で判断をしてもらって、判決を迎えようという話です。
で判決日にはこっちも記者会見用意するつもりでいますので、また記者の方にも協力して、またこちらでも報告する、そういうことを予定しています。まあどっちにしてもこの事件はね、被告は国、ね、にしてるんですけど、本当は被告最高裁、つまり裁判所の親玉は、ね、被告なんですよね。まあ、そんな事件めったにないと思う、他にないと思うけどね。だもんで今日出てきた被告の代理人、あの人たち、彼ら今法務省の庶務検事って言ってね、法務省の民事事件を扱う代理人の検事だけど、ね、一人はね、完全に最高裁の裁判官、裁判官です、本席裁判官で、そういうのが来ていて、で普通は行政訴訟をやるとね、後ろにずらーってね、役人が並ぶんですよ。当該官庁の役人たちがずらーっと並ぶ、まあ、その連中はみんな庶務に書いたりするんだけど、全然いないでしょ。前の行く2人だけ、1人は裁判官、本席裁判官、今は法務省の検事、もう1人は PC の法務省の役員ですが、そういう陣立てで、あと応援団もいない。まさにその、ね、被告は最高裁そのもの、他に誰も援軍もいないという流れでやっています。ですから、まあ、もちろん最高裁よく分かっているし、でまさに田中幸太郎の犯罪ですからね、それが裁かれるという話なんで、まあ、彼はどういうことを考え、まあ、どういう手を取ってくるかというのは、まあ、まず想像に難くないわけですので、どんな判決が来てもそのびっくりすることはない、もう、まあ、読めてるという話。ただその中で、まあ、現場でどれだけの事実をね、あぶり出せるかということが、ね、大事で、でちょっと尋問までやった、でそれを表に出せるということなので、目的はもう結構達したなと思っているんです。で、一審の判決がどう出るか分かりませんけどもね、どっちにしたって高裁最高裁っていう話で、絶対最高裁まで行っちゃうんですよ。まあ、最高裁の裁判官にね、その最後突きつけようと思ってますが、まあ、書類だけでね、上告棄却なんて書いてもかもしれないけどね、まあ、それでもそこまでは行くので、そういう問題点に最高裁は追い詰めるということにはなると思います。でその都度その都度で、控訴上告、また判決判決、その都度またその世の中にアピールして、でよく知ってもらおうと、で世の中の人が知ればね、これは不公平な裁判だと、誰もそう思うに違いない、うん、しかし憲法の教科書にはね、公平な裁判所の定義ってあんまり書いてないんですよ。そんな裁判ないんだろう。公平なのは当たり前じゃんという、そんな感じなのね。ただ唯一今日ね、取り上げてもらったのは、偏判の恐れがない裁判。偏判の裁判じゃないんじゃないですか。偏判であったらもちろんダメなんだけど、恐れがないんだから、そのハードルは少し低いんですよ。本当に公平じゃなかったかどうかっていうと、本当にその論争になって、でも進学論争になっちゃうんで、変化の恐れがないというところなんです。ハードルを少し低い。というわけで、その誰が考えても変化の恐れはあるでしょという議論に行くと、常識的には思っています。そこが私たちの強み。これがこの裁判の狙いどころ。そして世の中に知らせるときにもよく分かってもらえる論点かなと思っています。で、改正と言っているのが、罰金払ったの改正だ。危険だから改正でしょ。それから慰謝料は、もう慰謝料って、公平な裁判所の裁判を受ける権利を侵害された慰謝料を払え、で10万円なんて奥ゆかしいでしょ。それから最後はその謝罪広告を出せ、ね、この謝罪広告がおかしいんで、訴訟を起こした時には総理は安倍晋三だったんで、安倍晋三はまさに岸信介のね、ものですからね、もう口出しにしてやるといいなと思ったんだけど、まあ、当然途中広告変わりましたんで、で変わってきたんで、最後にその総理を務めているやつに、まあ、決心の時に迎えようと思って、今日と当初出しました。で岸田文雄って、ね、名前を書き直して、訴えの変更というのはそういう意味なんです。はい、で変わったのはそこだけ、本部は変えてない。名前だけ変えましたと言ったら、まあ、はいって感じですよ。そんな感じで今日は訴えの変更して、締め、決心を迎えました。で最後に述べたのが、裁判官への要望とということをしゃべりましたけども、伊達裁判官がね、弁護士になった後に、普段のね、その、まあまあ、日常的な会話の中で出た話なんだ。伊達さんという人は決してそのあんまり、ね、その大げさに判決のことを語ったことはないの。で、なんかのその流れでこの話になって、伊達さん自分で言ったんだよね。憲法と事実に基づいて論理的に考えたら、
ああいう判断になっちゃったんだよっていう、なっちゃった。あの正確に言うとなっちゃった。さっきはなりましたと言ったけどね、なったんですと言ったけど、あの本当の言葉はなっちゃったんだって話なんだ。それでそれまさに裁判官の鏡だと私は思ってますよ。憲法と事実に基づいて論的に考えて決めればいいんだと、何も忖度することはないし、ただ自分の野心なんてものもね、ない。だからそういう人だと。だそのことを最後に少しだけ述べて、裁判官への送る言葉にした次第でございます。はい。というわけで、あとは判決待ちになるので、皆さんお願いしたいのはね、今日配ったその概要、砂川事件裁判、小林請求の概要、この紙4枚かな、A4 4枚にしたんで、これだけ見るとね、非常に分かるという内容になってます。これ全部説明したらすごい大変なんだけど、たった4枚にまとめましたんで、このいろんな人にその、ね、見てもらってほしいのね、知り合いに配るなり、また公表したって構わない、そういう内容では、私らの責任で書いたものなので、公表して構わないんで、これを見てもらえば、割と短時間で、この裁判の意味が分かる。で、一番最後に書いてあるのはね、本件訴訟の意義ってやつでね、これ大冗談に振り返って書いてるんですが、4ページ目で、ね、土屋氏ら砂川事件の元被告の権利、名誉を回復すること、これは分かりやすいよね。で、2番目が一審立て判決を復権させること、つまりこのいかさま判決で破棄されたんだってことをね、みんなに知ってもらいたい。そうすると立て判決がね、実はこれは正当な判決だったんだというね、そういうね、世論を作りたいなと思っていて。もう一つ野望はですね、最高裁大法廷判決の統治行為、統治行動の見直しを図る。あれもやっぱりいかさまでできた判決だ。統治行動ってやつがね、日本の憲法裁判をね、非常に悪くしていて、裁判官みんな逃げちゃう、なんだ。そして、それは結局行政のやるままになっちゃう。そういうことを許したくないので、統治行動のやつはぶっ飛ばそうと。まあ、統治の理論的にぶっ飛ばすのは簡単じゃないんで、この判決自体いかさまだったんだということで、しかもアメリカとするんで、日本政府も組んでやった、それインチキ判決だということをね、知ってもらいたいというのが一番大事なと思います。そしてもう一つ、大冗談ってやつは、違憲法案審査権を再構築する。つまり、残酷だはこの大法廷判決、違憲法案審査権を、ね、捨てちゃったんだよね、憲法に書いてある。もう裁判所として大事な大事な違憲法案審査権を、ね、捨てちゃったんですよね。それをもう一回ね、取り返そう。というそういう思惑です。で、一番最後というのは、司法の独立を回復するんだ。政治、政府、そしてアメリカからの独立を回復しようという、そういうね、大いなる目標を持ってやっている次第です。このあたりのことをね、皆さんにも協力化してほしいなと思っているわけです。今日はどうも大勢集まってもらってありがとうございました。じゃあ、交代します。ありがとうございました。じゃあ続いて細川先生からお話をお願いいたします。弁護士の細川です。今日はお暑い中、たくさんの人数にお集まりいただき、大変ありがとうございました。今、中身のこととかいろいろもう、竹内先生からほとんど喋っていただいたので、私の方からは、何件か、この裁判って実は始まった第1回目の期日が2019年の6月12日で、もうすごい前なんですね。でただもう1回目からもう今まで毎回の期日にたくさんの方々に参加していただいて、非常に弁護団も原告も非常に心強い限りでした。で、これからもおそらく、まあ、判決があって、さらに判決がどのような結果になろうとも上告控訴は必ずすると思います。こちらが勝てば向こうが控訴するし、向こうが勝てばこちらが控訴するしという関係になると。でさらに控訴審でも同じように、こちらが勝てば向こうが控訴するし、向こうが勝てば こちらが控訴する、上告するという形になって、もうかなり長い、これからも長い戦いが続いていくと思われますので、これからもご協力のほどよろしくお願いします。で、今日の裁判の中で私が話したのは、中身細かい話するとものすごく長くなってしまうので、結局砂川の最高裁判決が37条の公平の裁判所の規定に反するということと、あとは、除籍と消滅時効の件です。まあ、除籍というのは簡単に言うと、もう不法行為の時からもう20年を経過しているんだから請求できないんじゃないか、まあ、消滅時効も似たような形で、まあ
かな、あの今回の公文書が発見されてからもう3年以上経っているので損害賠償請求できないんじゃないかというところです。これは結構あの向こうにとっては強みのあるところで、やはり簡単に言うと昔起こったことなんだからもうできないんじゃないという話なんですけれども、こちらの方としてはまずはその時間の期間の起算点ですね、いつから20年、いつから3年というところの起算点の考え方が柔軟に解釈しようという話と、あともう一個は除斥期間について、これを除斥期間を、まあ、簡単に言うと昔のことだから除斥期間で請求できないというような考え方は正義公平の理念に反するということを主張しました。まあ、ざっくり言いますと結局あの簡単に言うともう向こうのせいでこっちは不法行為をされているということ自体知らなかったんだから、それはもう知ってから考えるべきだというのが、まあざっくりした考え方でありまして、やはりそれなのに向こうが隠しているのにこっちが分からなかったと、それなのに請求することができないというのはやはり当然その正義公平の理念には反しますので、そういう観点からもこちらが除斥期間署名事項関係なく請求できることを考えるべきだという形が私の主張の、まあ、大きなメインのところにはなりました。まあ、いろいろと先ほども滝先生の方からありましたので、私の方から特にお話しすることはこれぐらいなんですけれども、先ほど申し上げましたように、この裁判は一審の判決は1月に出ることにはなりましたが、それ以降も続くことは確実ですので、ぜひこれからも皆さんのそのご協力のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続いて前の裁判からずっと私たちの立場で応援していただいてました吉永先生も見えておりますので、吉永先生からよろしくお願いいたします。どうも吉永と申します。入ってます？あ、失礼しました。吉永と申します。実は私ここの場にいる資格が、実はないんですが、資格がないというのは何もお手伝いをしておりませんで、今日も弁護団の席に座らせていただくだけという立場で、本当に、皆さん、それから弁護団、津屋さん、本当に私自身の感謝、私の方から感謝を申し上げます。と言いますのは、実は私再審請求はずっと担当させていただいて、力を込めてやってきたつもりなんですが、残念ながら請求棄却になった。まあ、その時点でもうかなり年齢的にも、疲れが出てましたので、津屋さんは前から最終請求が終わったら告売をしたいと、こういうお考え、もちろん、当然のことであります。それで、じゃあ告売を弁護団として当然引き続き竹内先生、細川先生にお願いすることになるわけですが、私はそういう意味でちょっと当初というか弁護団には参加しませんでした。ただまあこれ、これは自分のことで申し訳ないんですが、年齢的にですね、だんだん家に出る機会が少なくなってきておりまして、そういう意味でせっかく告白があるんだから竹内先生にですね、私も参加してもさせてもらえないだろうかと、津屋さんにですねお願いして、参加させていただいている次第で、そういう意味で何もお手伝いができていない、むしろそちら側の席に座ってですね、これから支援という立場で、これからも支援という立場で来たいと思います。そういう意味で本当にお暑い中、今日これだけの大勢の皆さんね集まっていただきまして、私もなんとか続けて来たいと思ってますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。ちょっと補足します。
竹内ですが、ちょっと補足しますとね、面相事件請求、再審請求をやったことは大変意味があったんだと思います。私もそこでこの事件について学んだことがあるわけだし、あとこの訴訟を始めたからもね、国の方は、国賠じゃなくてね、刑事手続きで、全部決着すべきだという主張をしてきたんですよ。で、その再審とか手続きあるんだからね、そっちでやれと、国賠じゃなくてっていう、そういう反応をしてきたわけ。いや、もうこっちはやってますよと。で、高裁まで、最高裁までやってもね、つまり、条文上、理由はないということで切ったんですよと。受け付けなかったんですよというんで反論しまして、やることはやってんだという話をしたんで、そこで対抗してきています。だからそういう意味ではやっぱりその面相再審手続きをちゃんとやったってことの、ね、意味は大きくあったと思っています。でそれで吉野先生もね、参加してって、ね、頼んだ次第ですので、はい、皆さんの力でここまでやってきました。でまたこれからもね、一緒にやっていきたいと思います。それでは続きまして坂田和子さんからお話をいただきたいと思います。砂川伊達判決の時の被告の坂田茂さん、お父さんが亡くなられた後、それを継いで原告になって戦っておられます。よろしくお願いいたします。坂田です。今日はありがとうございました。というかもう13回目ですわけでね、長い間本当にありがとうございます。あ、まだ終わってないですけど先ほど細川先生から除斥期間の話がありましたけど、当たり前ですよね。いや、私ちょっと除斥期間がね、なんていうんですか、昔のことだから今問えないって、だって2008年ですよ、分かったの。こんなことになっていたと、田中幸太郎がね、介入していたってことが分かったのは2008年で、とっくに終わったものと思ってたわけですから、最高裁が終わってね。で、にわかに2008年の毎日新聞の報道で、本当にびっくりして、あれを見て、にわかに父が元気になってですね、大変なことになったぞということで、私も大変なことだなと思ってたんですけど、それまでも砂川のことでこれから何か運動をするということをですね、考えられなかったわけですよ、父にとっては。で、あれがあったから変化の恐れのある裁判所だったんだということが分かったので、それを除籍期間だからってなことありえないでしょっていうのは、私ずっと小学校の教員やってたんですけど、小学生でも分かることじゃないかなというふうに思います。で、今日は3つの争点の話がありましたけど、各文書の申請制ということでですね、三原さん、末波さん、それからお母さん、そして、吉田さんもね、今日いらっしゃってると思いますけど、それぞれが問い合わせても、問い合わせてというか文書を見つけてきているという事実があって、で、私その今回出された竹内先生が書かれた文書の中で5つ目にアメリカの公文書の管理状況についてっていうのがあったんですよね。で、それ読んでね、つくづく羨ましくなりました。アメリカの公文書の管理状況はこうなんだから、そこから出てきた文書は申請であるに違いないっていうことですよね。これ日本だったら言えないですよねまあそのこと自体が問題だというふうに思うんです。で、公文書国立公文書館法とか連邦記録法とかっていうのがしっかりあって、そういうものがあるからアメリカから出てきた公文書は間違いないんだって、それが言えない日本の状況がおかしいと。で、もう一つね、調査嘱託はどうなったんですかっていうふうに最後に聞いたら、止まってますっていう返事ですよね。これもおかしいじゃないですか。なんで止まるんですか。で、これ調査嘱託を出したらもう2年ぐらい経ちますかね。で、前の裁判長なんて言いましたっけ、名前あんなに親しみを持ってたのでですね、1年はかかると思いまして、長いと1年はかかりますって言われたんですよね。長っと思ったんですよ、その時。大島裁判官、裁判長ね。で、もう2年過ぎてまだ出てこない。で、今日裁判長はちょっとよさげなこと言ったんですよね。出てこないけど、止まっているけれども、
あの原告の側の皆さんがその証明をするような弁論をあのしっかりされていたのでそれで判断しますって言ったんですよね。で一瞬よさげなこと言ってるなって思ったんですけど、よく考えてみたら調査職とか止まってるっていうこと自体がおかしいんですよ。おそらく外務省じゃないかと思うんですけど、まあ、そのアメリカに行けばちゃんとなってるっていうことですからね。でそのこと自体をこうなんか広めていきたいなって、あの明らかにしていきたいっていうか広めていきたいなっていうふうに思いました。それから内容の2番目が内容の信憑性で、それについてはあの前回の真央崎さんのね証言は本当にあの聞いたなというか、あれどう反論してくるのか、まあするとしたらどうやって反論してくるのか判決を読むのが楽しみだなと思ってます。そして3つ目の、権利侵害の有無ということですね。でここであの公園の裁判所なかったということをで田中の情報漏洩についてもこう書かれてましたけど、一つですね、それによって、うちの父のことをね挙げていただいて、会社は解雇になったので生活も本当に大変だった、あと精神的に不安だったっていう、17年間の裁判が続いたわけですからそれはもう不安になりますよね。ただ私ちょっとここで行ってこなくちゃいけないなと思ったのは、今日ここに来られてない、あとこの裁判で実際に原告になっておられるんだけど裁判所には来られなかった椎野徳造さんっていう、元国鉄労働者の方ですね、も同じなんです。同じように解雇になってそして裁判闘争してきたんです。で砂川で一緒に戦った父と一緒同じ日本公館で菅野さん高野さんという方もいらして、つまりあの事件で労働者4人逮捕されたんですね。労働者4人、学生3人で労働者4人全員解雇です。でそういう本当にどの方も大変な思いをしてきたっていう、でうちの父だけではないっていうことを最後に言っておきたいなというふうに思いました。で再審請求がね始まった時吉永先生と一緒に、吉永先生と一緒にっておかしいですね、吉永先生を中心にですね、再審請求が始まったのが2014年でした。で2014年っていうと9年前ですね。で私まだその時小学校の教師で現役だったんですよね。それで午前中だけ授業やって裁判所に駆けつけるなんていうこともあって、で最新、国賠訴訟が始まった時は2019年で、その時はもうすでに退職していたんですけど、いやー考えてみると本当に長い間皆さんに支えていただいたなと思ってます。本当によくわからないまま自分はどちらかというと教育問題の方が中心だったんでね、中心の課題だったの自分にとっては。なので、一生懸命学びながらこちらの裁判に参加させていただいてやってきたんですけど、9年ですよね。本当に長い間で自分もだいぶ立場も変わりましたし状況も変わりましたし、ただ残念ながら状況は悪くなってるなって、今のね衆議院会館の第二会館の前で原発のね汚染水を流すなっていう集会でしょうね、あれやってましたけど、すごい数の警視庁がいて、なんでそんなに大勢っていうふうに思ったんですけど、ちょっとどうなってるんだと思うような事態が最近次々で終われないな、この戦いも終われないし、いろんな世の中の動きについてもちゃんと見ていかなくちゃいけないな、でそこに連帯しながらこの裁判闘争もね、ここで終わらない、まだ続きますので、土屋さんにぜひとも元気で行っていただいて一緒に頑張っていきたいなと思っています。またよろしくお願いします。どうもありがとうございました。今5人の方々からお話をいただいたんですが、今日のお話についてでも、あるいは裁判のことについてでもお尋ねしたいという質問したいという方がいらっしゃると思うんで、どうぞ。俺の話は終わってからだよ。俺の質
それはいい。まず喋らせて。最初に言ったのはあれ挨拶だから。さっき言ったから終わったと思って。それではあんな短いやつないんだ。失礼しました。土屋メッタローさんからあんな短いやつないんだ。お話を伺いたいと思います。どうも、外されそうになりました。まあ、マジよね、伊達判決を生かすかい。公文書が見つかったのが2008年、それで伊達判決を生かすかいを取って発足させたのが9年の3月。もうね、15年近くになるんですよね。それで裁判を始めたのが1回目のいわゆる再審請求、これが14年、約9年前ですよね。それで今回の国賠が18年から、4年以上ですよ。19年だっけ、そうだ、18年でいいやね、19年ですよね。ですからね、何しろ私はちょうど8月の28日でね、89歳になったんですよ。89までね、それこそ砂川事件、砂川闘争との関連でこういう形でね、生活できていたっていうことは想像もできなかったね。もう大変ね、もう楽しませていただいた、もうこの間。それで何よりね、一番やっぱり大事だったのは、このね、まず再審請求、これをね、やっぱり裁判として取り上げられて、それができた。どっちに破棄はされたけど、現実にはやっぱり裁判を戦えた。そして今回のこの国賠、これも約4年間に及ぶね、長い間ね、この裁判を戦えたっていうこと、これ何よりもね、まず一番に言えることは、ここにいらっしゃる3人のね、本当に優秀な弁護人、この弁護人の先生方に私がお会いできた、私たちは。それが何よりのやっぱりね、人生にとって最大の成果であり喜びですね、私の。改めて本当に感謝します。ありがとうございました。それともう一つはやっぱり皆さん方ですよ。もう絶えず皆さん方がね、もういろんな形で傍聴をはじめ、いろんな形でね、資金を還付していただいたり、いろんな形でやっぱり支えていただいた。そしてうちの会員の人たちが一生懸命いろんな形でね、やっぱりこの運動をね、継続して支えてくれた。これが何より大きいやっぱりね、力でした。また私の一番の励み、本当に信頼できる仲間、もう島田君をはじめ、和子さんをはじめ、多くのやっぱり会員の皆、それから事務局を担当した西尾さん、それをはじめとする会員の皆さん、本当に改めてね、お礼申し上げたい。ありがとうございました。まあ、そういうことでね、まだまだこれから、まあ、戦い進めなきゃいけないんだけど、ただ一番問題はね、正直言ってね、目が見えない。もう前列の人の顔さえ実は見えない。視覚障害、視覚障害の4級です。それで現在ね、介護申請もお医者さんから勧められて介護申請もしてます。で、なんか市から連絡あって、9月の15日の審査会で審査をして結果を出したいという連絡をこの間いただきました。まあですからね、そこへ持ってきてる、まあこれ私事は申し訳ない、お母が介護、要介護5で在宅介護してますのでね、もう何しろね、そっちでも少々疲れる。
今日はね、幸い小都市は行ってくれてるんで、本当に息抜きができてね、こういう機会がないとなかなか息抜きもできないんでね、まあ、ここにいらっしゃる皆さん方もだんだん高齢になってくるから、同じような状況にこれからなってくるだろうと思いますよ。まあ、できるだけ気をつけてください。まあ、私もなんとかね、まあ少しでも栄養をとって、しっかり食事もして、家族がいいように、ね、できればできれば長生きをして、少なくとも最終の最高裁まで頑張っていければ長生きしないとというふうに思ってますで、まあ今日ですね、まず僕が思ったのは、正直言ってね、ほっと見たら裁判長変わってるじゃんと思ったらまずね、それで、まあ、聞いたらさ、私たちが最終弁論をやったすぐ直後だよね、6月に変わったって。だから僕はね、結構意図的なものをその時なんとなく感じた、僕は。というのは竹内先生なんかはね、まあ、裁判所ってのはそんなもんだって言うけど、私はやっぱりそうは言っても裁判官も人間だからね、やっぱり裁判官は前の裁判長になんとなく不信感を、どっかで危うさを持った可能性はないことはないんじゃねえかなって気がしてね、相当これ意図的なやっぱり人事をやりやがった。だってこんな人事はさ、不自然だから、普通の人事と違うもん。定期人事でもなきゃ何でもないわけでね。それでまして、この前の判決の時に最終弁論の結審日まで前の裁判長がきちんと指定したんだから、その裁判長がね、最終結審にあえていないという状況を作ったということについてはね、非常に僕はね、不信を持ってます。それともう一つ、今日ね、例の嘱託調査、いわゆる公文書館の文書について、さっき和子さんも言ったように、なんとシャーシャーとね、裁判長は要するにはっきり言うとあれ分からないっていうね、返事と同じなんだよ。あれを平気でね、平気で言ってるっていうのはね、これお笑いだよ、俺に言わせりゃ。本当にある意味ではバカにしてる話なんですよ、これ。真剣に言えば、だって国側が不治って言ってるんだから、不治っていうのを続けてるんだから。それじゃあね、裁判長が我々のいろんな弁論とか、それから提出したいわゆる陳述書文書を十分調査して検討してって言ったけど、それで本当にね、あの公文書を証拠として認めるのかどうかっていうことなんだよ。これもね、非常に僕は危うい問題だと思う。っていうのはなぜかっていうとね、再審請求の時に東京地裁の裁判長はあれを証拠として認めてあったんですよ。新証拠として認めた。だから あそこからね、いろんな形がおかしくなってることは事実なの、結局は。だから高裁へ行っても最高裁の土台だから、その地裁の破棄判決がもう全くなんかおわけのわかんないような形にせざるを得なかったし、それから高裁、最高裁なんかは全くその中身に触れようとしないで判決を出してきたわけですから、ですからそういう意味でいくとね、非常にここまで素晴らしい裁判を進めてきたにもかかわらずね、最終判決が大変僕は正直言って政治的なものになるということを非常に強く思ってます。まあそういう意味ではね、戦いがある、多くの人たちにやっぱりこのインチキさをね、徹底的に暴露していくという
ための戦いが組めるという意味で、ね、非常に私は逆に闘争心が連日には非常に湧き上がってます。今日はそういう意味でよ。ですから皆さんも同じようにこれから一緒に戦っていく、ぜひ応援をこれからも続けて戦いを続けていただきたいというふうに思ってます。どうも今日はありがとうございました。質問でいいですか。89歳になったということを土屋さんおっしゃいましたけど、元気いっぱいの土屋源太郎さんでした。それでは皆さんの方から質問やご意見がありましたらお伺いしたいと思うんですが、いかがですか。何でも聞いてください。どうですか。すみません、外務省のところで止まっているっていうものをどんどん動かしてもらうためにはどういうふうにすればいいんですか。外務省に電話するとか手書きを書くとか、そんなことしてもすみません、外務省の、すみません、外務省で止まっているというものをどんどん動かしてもらいたいと思うんですけど、それはどうやったら外務省に電話するとかはがきを書くとか、どういうふうにすればもう2年近くも止まっているのか、どうすればよろしいでしょうか。はい、はい、一審の審理はね今日で終結なので、もう証拠としてはもうねこれで打ち止めなんです。しかしその外務省にね回ってる調査嘱託をちゃんと回せという動きとしてはね、政治的な意味があると私は思っています。でその動きを起こすのは今こう止まっていることを暴露すること、世の中に知らせることだと思う。外務省にねいっぱい話書いてあってやつらは一切動きません。世の中に暴露する、バラす、知ってもらう、それは報道してもらうってことですか。いろんなメディア、報道とかね。武田さんね、じゃあ一言。誰でもいいんだ。はい、じゃあ、いやちょっと私の方から今考えていることをちょっと申し上げます。今来ちゃった私の方から今ちょっとさっき坂田さんがねおっしゃったことに関連するんですが、これはまあ前から やればよかったんですけれど、要するに外務省あるいはまずは最高裁に情報公開のね請求権はないんです、最高裁の場合はね。ただ行政手続きについては原則として情報公開するということになってますので、最高裁がどういう外務省に嘱託したのか、そこら辺のね文書を請求すると、その上で、それが特定したら今度は外務省に対して、これは情報公開、国のね、情報公開法がありますから、それに基づいて情報公開する。そうすると、どこで止まってるかとか、何かそこら辺で情報がつかめると思いますので、そこはちょっと私の方からお手伝いしようかなと、前から思ってました。で、これはまず高橋先生にね、調査書、請求書を私手元にないので、それを見せていただければ、それに基づいてまず最高裁にね、情報公開すると。これは土屋さんがまずは、土屋さんとお会いしたときに最初に土屋さんがされたのは最高裁とか外務省とかいろんなところに情報公開を請求をされてました。そこで僕も学んだことなんですが、まあ、そういった手続きから始めようというふうに今考えています。以上です。弁護士がそれをしてくださるんですか。うん、私のでやろうと思ってます。まあ、誰名義でするかは別として、よろしくお願いします。どうですか。はい、どうぞ真ん中の、はい、89歳におなりになった
源太郎さんの素晴らしい決意表明ありがとうございました。新たに今日こうやって見てもですね、若い世代30代40代の世代にどうやってこれを引き継ぐかってことも大きなテーマだと思うんですよ。で、私は3年前に5500部出ている本流にですね、皆さんのご協力を得て特集を組んだんですけれども、その前に私を突き動かしたっていうのは亀井文夫先生の映画、ドキュメンタリー映画ですね、流血の砂川、これをですね、今度判決が出た直後に決起集会を絡めて、この上映会をぜひ実現してほしいという熱望であります。その可能性について事務局の方からちょっとご回答いただいて、私も映像作家として海江文夫先生というのは神様みたいな方なんですよ。戦前戦後を通じてあの作品にもう一度若い人に触れる機会を作っていただけたらありがたいと思いますが、いかがでしょうか。お願いいたします。伊達判決を生かす会という会で毎月のように例会をやってるんですが、今日の裁判終わった後、またこれから どういう運動を続けていくかということを相談する機会があると思うんですが、はい、今矢沢さんの方からおっしゃった意見も反映させてみんなで相談していきたいと思うんです。それで伊達判決の会とは直接関係ないんですが、私立川市に住んで砂川闘争のまま砂川闘争に関わったまま立川に住んでもう60年超えてるんですが、立川市主催の砂川講座っていうのは毎年あって、そこに僕が講師で呼ばれるんですよね。それで今度も1月に流血の記録砂川を上映して、それで砂川闘争について僕に喋れっていう要請が来てますので、亀井文夫さんの流血の記録砂川は本当に立川ではそうですね、1年に5回や6回はどっかで上映してますけども、ぜひ皆さんも機会があったらご覧になっていただきたいと思います。ありがとうございました、はい、他に、はい、どうぞ。この、座っててもいいですか。座っててもいいですか。あ、どうぞ。4ページに本訴訟の意義と4ページに本訴訟の意義というのがありまして、一番最後ですね、はい、一番最後ですね。それで私個人的に言われて恐縮ですけれども、そもそもこの伊達判決を生かす会っていうのは、この生かすということは、そもそもその伊達判決が出た時に、ああいう判決がそのまま高裁まで行って、あ、言いますか、高裁に行かないで、あれが確定するということが、まあ、本来の姿じゃないかと思うし、逆に言うと最高裁の判決が出たがために結局まあいわば今の日本のありようみたいなものがこうして継続して現実にこの政治がなされちゃってるっていうことなので、つまりその伊達判決というものが高裁によって覆したことによって、我々日本というかが法治国家が崩壊してしまったという根本的なものにつながっているので、この再審の時にそれがもちろん再審、されなければいけなかったはずだと思うけれども、それをこう、そこで一旦、シャットアウトされたと言っていいんでしょうか、国外訴訟を起こすという形によってつながっていることにおいて、伊達判決っていうものが日本国家というもの、この最高裁判決が日本国家というようなものをもう本当にどうしようもない国のこの法司法界っていうだけにとどまらないで、この日本のありようみたいなものを、まあ、いわば政治を腐らせてしまっているという、こういうの根源になっているんじゃないかなと
というふうに私は説明の仕方がちょっとうまくないかもしれませんが感じるわけです。そうするとやっぱりこの国外訴訟の意味っていうのはものすごく重要な意味で、ただ単にそれでこの本訴訟の意義というものはこの丸3番に書いてある最高裁大法廷の統一行為論の見直しを図ることという、これがまあ一番大きい、もちろんおっしゃるように名誉回復であるとか、まあ、当たり前の話ですけれども、もうとにかくこの政治的な形で言えば統治行為論、この統治行為論というもの自体は桃根さんご指摘の通りあらゆる形で統治という形を持って、この原発の問題であろうが何であろうが全て、シャットアウトされてしまうこの根源がこのいわゆるこの最高裁判決にあるんだと。だからそもそも無効であるという、この判決っていうものが、まあ、ある多くの人は多分この確かにあの公文書が2008年に出たということはものすごく大きなきっかけには違いないけれども、そもそも腐らせているものはこの伊達判決をそういう形で最高裁があのこの仕切ってしまったということに大きな問題があって、繰り返すようですけど、それをこの国外訴訟という形でつなげてやることの意味っていうのはもう日本全国民がこぞってこの裁判に注目しなきゃいけないんじゃないかなと思うぐらい私はもう重要なあのものを持っているというふうに思うので、まあ、そういう意義についてあの私の個人的なあの思いをちょっとあの皆さんに共有してもらえたらいいかなと思いました。失礼します。ありがとうございます。今の発言について何か前にいらっしゃる方ご意見ありますか？垂れてありがとうございます。おっしゃる通りです。私もそう思ってます。まさにその統治行為になるものはね、最高裁判決、大法廷判決が出て、それを確定している。そういうことによって、今、権力層、行政、すべて、逃げている。せっかく司法法にはね、違憲法令審査権がある、条文に書いてあるんですよ。書いてあるのにね、発動しないということになっちゃってる。その大法廷判決のせいです。ですから、そこを、じゃあ、理論的にね、ひっくり返そうという動きももちろんね、憲法学会が努力してるでしょう。それはそれももちろんやらなきゃいけないし、その本来本筋はそっち、統治行為論なんてものはね、憲法の統治とも間違いだって言ってくれたらいいんだけど、なかなかそういう学者は現れないよね。やっぱり最高裁判決の重みってあって、そういうのにやっぱりとらわれちゃってるね、今の学会だと私も思ってます。だからそれは国民、人民の力でひっくり返すというのが私の戦略になりまして、で常識で考えたらね、誰もあんなの無効でしょ、不公平でしょ、常識にこっちはかけよう、常識に期待し、またその常識は通用するんだと思ってやってきました。だからそういうことでみんなに知ってもらえば、この最高裁判決はインチキだった、そのアメリカ、日本、それの最高裁みんな寄って戦って作っていかさまの判決だっていう、そういうことをね、多くの人は常識になればね、歴史の審判としてこんな判決はおかしかったと、ここへ持っていくことはね、本当の勝利だと私は思ってます。でもね、その件に関連してですけど、私も年なもんでね、名前とね、いろんなものをつい忘れちゃうんだよ。それでね、2年か3年前に朝日新聞の記者のあれ牛尾さんだっけ、なんだっけ、あの文書を見つけて、当時のね、あの最高裁の調査官だった、あの名前なんだっけね、のあの方が当時のあのいわゆる最高裁において判決を出す前の協議内容について調査をした。で調査官というのがいて、要するに最高裁の進行について調査をする担当者で、あの最高裁 の裁判官の経験者でもあるんだね。で名前ちょっと忘れちゃったんだけど、それでその方がのいわゆる文書が亡くなった後で遺族の間で発見されて、そのメモが分かったんだよね。でそのメモに何と書かれていたかというと、あの
最高裁の、だって、あの、いわゆる砂川事件裁判の判決を出すにあたって、当時、いわゆる安保条約が違憲であるか否かについては、15人の裁判官のうちの多数が違憲であるという判断はできなかった。むしろ違憲であるということについて の、いわゆる裁判官の数は少数だったという事実と、もう一つはそのために結局そのいわゆる安保条約の違憲か否かについての審判ができない、そのために統治行為論を使わざるを得なかったと。それでその調査官が曰く、いわゆる当時のその今のその統治行為論を持ち出すことは大変問題があるということで、判決の出る2日前か3日前に田中幸太郎に対してそれについての検討をもう一回してほしいというような意向があったというね、そのメモが発見されたんだよね。でそれはね、朝日新聞で論壇か、論壇っていう雑誌かなんかにも発表したんだけどね、結局多くのメディアがね結局扱わなかったね。これですから、そういうね背景も現実にあるんだよね。だからそういう事実についても我々はね、やっぱりいろんな形でね、もう一回ね暴露しなきゃいけないし、皆さんもなんかね、確かね朝日新聞の論壇とかなんとかっていうのがあるはずで、ネットで探せば出てくると思いますよ。一回見ていただきたいと思ってます。以上です。朝日新聞の2020年6月13日の記事で、編集員のこれは豊さんっていうんですか。そう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 、豊さんという方が、そう、豊さんがね書いてる記事が調べてしたら出てきました。そうでしょ、はい、それを見てほしいの。今質問された方がおっしゃったように、この伊達判決を復権させることというのは、今お話になったような大変重要な問題ですが、私立川に住んでる者として、砂川闘争があったから米軍立川基地は拡張できなくてなくなったんだけども、立川基地の部隊は全部隣の横田基地に引っ越したわけですね。で横田基地が今猛烈に強化されて、毎日毎晩オスプレイの飛行訓練が行われ、また青森だとか岩国だとかいろんなところから戦闘機が飛んできて、大型の空中給油機による給油の訓練がやられたり、本当に対中国の戦争を準備をしているのかどうか分かりませんが、ともかく戦争の基地としてますます強化されていて、私たち地元は砂川闘争で勝利して立川基地はなくなったけど、横田基地に対する戦いをずっと50年60年続けているわけですよね。で伊達判決でははっきりとアメリカ軍の基地は憲法違反であって、その存在は許されないものであると書かれているわけです。許されない横田基地が依然としてそうやって強化されていってる。横田基地に対する裁判も今2つ行われておりますし、これちょっと宣伝になりますが、10月29日には横田基地もいらない沖縄とともに声を上げよう市民交流集会というのが14回目の集会が行われます。それから今日も一部だけ持ってきてますが、こういう横田基地その変遷と戦いの記録っていうパンフレットを作って、
我々が作ったんですけども、5、600部販売できたんですが、あのぜひこれも買って読んでいただきたい。横田基地に対する戦い、伊達判決の精神から言ったら、存在が許されないアメリカ軍の横田基地が東京にあり、もし戦争になってここから米軍が攻撃を外国にして報復で横田基地が攻撃されたら、周囲の東京都民や周りの住民は再び戦火にさらされることになる。これは憲法全文に書いてある政府の行為によって再び国民を戦争の惨禍にさらしてはならないということに違反しているのが米軍基地だということが伊達判決にも書かれているわけですから、ぜひそういう意味で沖縄の戦いにしろ、横田の基地反対闘争にしろ、今伊達判決をもう一度見直すということがいろいろ議論されているということをぜひ知っていただきたいと思います。他にあのちょっと一言加えさせてくださいね、はい、忘れてから。先ほど源太郎さんのお話にも裁判官も人間だという言葉がありました。私あの伊達明夫先生の評伝とかそういうものをウォッチしている中で、陪審の2人の裁判官にやはりどういう決意でこれに臨んでいるかという、まあ言ってみれば書いてもないという、まあ言ってみれば辞表ですね、これを胸に秘めて判決に臨んだという記事を読んでね、本当にもう涙が出るぐらいの人間としてのそこまでの覚悟を決めて、あの違憲の判決が出たんだと。だから裁判官伊達明夫の研究といいますかね、評価ということも合わせて伊達判決を生かすという固有名詞がついてますけれども、やっぱりそういう学習の場もね、いかがでしょうか、作ってほしいなと思います。お願いです。それとね、関連してね、はい、レーザーの陪席の判事の松本さんにね、生前に一回お会いしたんですよ。それで松本さんがね、その時に今の話をしてくださったのと合わせてね、もう一つねあったのはね、実は伊達さんは最高裁の最終判決で裁判官のうちの一人や二人反対意見があるという希望を持っていたっていうんですよね、松本さんは。ところが一人もいなかった。15人全員が要するに一致して破棄をしたということについて、大変それが司法に対する失望となって、伊達さんはいわゆる裁判官を辞任しようというふうに決意したんだというような話を聞きました。その時にも、その時にもね、伊達さんというのはすごいなと、そうです、その時も思いました。 ありがとうございます。はい、一言。吉永先生、どうぞ。伊達判決の意義という意味でね、私やっぱり考えなきゃいけないことをちょっと一言だけ申し上げます。今日の法廷で竹内先生が、伊達は憲法と事実と論理でああいうふうになった。ああいう判決になったというね、その事実の中に実は、重大な事実があんまり新聞とか報道されてないんですが、判決が出たのは1959年の3月です。その前年の1958年の正確じゃないんですが、8月か9月に台湾海峡で金門島砲撃事件っていうのがあったんですね。年配の方はご記憶かと思います。その砲撃事件があった時にアメリカの艦隊が日本の佐世保あるいは横須賀だったんですか、そこから出航して行ったという事実があるんですよ。日本を守る米軍ではなくて
ね、台湾を守る米軍だと。これはそういう事実からやはり米軍というのは日本のための防衛隊ではないんだなということをきちっと伊達先生は理解したと思います。と同時にこれは今の問題でもあるんですよね。そういう意味で伊達判決というのがやはり今生かされなきゃならないということ、まさに歴史的にね、事実としては同じような事態が起きているということを理解しなきゃいけないのかなということを私最近つくづく思っています。以上です。松本さん、独協大学 の教授を裁判官辞めた後やっておられて、そうそう、松本さんはね、松本さんにインタビューした記録が私のところにありますけども、ぜひ伊達判決を生かす会なんかでも見ていただきたいと思って、流血の記録砂川とセットでね、時々立川では上映会なんかやっております。他にご意見ありますでしょうか。質問でいいですか。はい、どうぞ。裁判官が交代、マイクを下げて、ジャーナリストの吉田敏郎と言います。どうもありがとう、お世話になります。ありがとうございます。裁判官が交代したわけですけど、裁判長ですね、もう2人の裁判官は交代してないんですか。してない。裁判長だけ交代ですか。で、その事実を皆さん今日知られたって土屋さんおっしゃってましたけど、武井先生も今日そういう交代、裁判長が交代直前に交代するっていうのは非常に、さっき不自然っていう場合、私も驚いたんですけど、その知らせない原告とかに知らせないっていうことは普通に行われていることで、前例もあるんですか。そしてこういった直前の決心、直前の交代っていうことの前例として、他にいろんな事例はあるんでしょうか。じゃあお局に あるんです。結構あるんです、結構あります。でそれは最高裁はね、その狙いとかいうことを立証した例はないけどね、そういう人不自然な人事って結構あるんです。特に裁判長の訴訟式なんかがあって、こういう流れだといいなという時にね、ポンと変わることある。でもちろん当事者には知らせずに行ってみたらね、変わってたなんてあるんです。それはもう人事はもう最高裁の、まさに専権で勝手にやってますよね。当然国側も知らなかったってことですよね。いや、わかります。違いますよ、ね。それは国のね、で第一人は裁判官、本職裁判官ですからね、もともと。で、それは出向してきて、法務省に来て、国側の代理やってるんですから、二人のうち一人は。当然、通過です。はい。協議したかどうかは分かりませんけども、知ってるはずです。はい、ありがとうございます。だから本来ね、マスコミやなんかもこの問題を取り上げてくれることが大事なんだけど、なかなか難しいね、日本のマスコミは。この会は5時までという予定なんですが、もうあまり時間ありませんけども、お聞きになりたい、あるいは意見言いたいという方がいらっしゃいましたら、ちょっと合図していただければマイクを持っていきますが、はい、じゃあどうぞ。すいません、お聞きしたいんですけども、今日の報告集会のことなどはマスコミには連絡はしてあるんですか。今日こういう形で報告集、品川の国会について裁判があり、それの報告集会を今日やりますという形での、なんていうんですか、
のあれはやってるんですか、司法記者会、サーバー卒名のね、その各社の記者に合計20部、この裁判のご案内と報告書がありますって話は伝え当たるんです、知ってるんです。はい、関心を示さないということですね、なかなか。まあ、そんな簡単な話じゃないんだけどね、はい、まあ、お伝えしたので、はい、分かりました。来てる人がいます。あの今日ね、あの傍聴にいらっしゃったあの朝日新聞の井田さんなんかもね、あのそれこそ前からこの裁判にね協力していろんな形であの協力してくださった。井田さんもね今日は出席もしてくださってます。ただあの井田さん今現場の記者じゃないですからね、記事にすることはなかなか難しいんですよね。だからもっと若い記者が本当にあの関心を持ってきてくれると一番いいんですけどね。あの今日メディアの、ね、方からは朝日の井田さんと思って朝日の方もいらっしゃって、それから共同通信の安倍さんは、ね、前から参加してくれているので、そういう形でルートを作っています。それではあのそろそろ時間ですので、あの最後にもう一度あの吉永先生から一言ずつ閉会の辞。いや、今日は本当にありがとうございました。またこれからもよろしくお願いします。ちょっと一つお願い。まずね、一つはね、今日ね、これ終わった後ね、懇親会やりたいと思ってます。で、懇親会を出席もしできる方は、ここへ後で会が終わったら集まってください。はい、お願いです。奥さんがショートステイなの。はい。それであの神さん今日ショートステイで、私はあの自由に。それで、ね、懇親会をやることに竹内先生と相談して計画します。ショートステイで。それとね、これはあの会終わったということにしてください。全くのプライベートな話ですから。実はね。本当にプライベートもプライベート、うちの孫の孫娘がね今度ね芝居に初めてね出演するんです。10月の3日から、8日の日曜日まで浅草の、 あの急激というところで、それであのチラシを1枚だけもう残ってるんだ。でもし芝居にこの感じなんかね、喜劇で風刺喜劇みたいなんだよ、よくわかんねえんだ、あの内容は。私自身もそれであの鈴木すみれっていう、あの要するに娘のね、あの娘なもんですから、娘嫁にやって鈴木さんになってますので、鈴木すみれっていうのがね名前です。でもしねあの興味ある方があったら、これ1枚だけのチラシお持ちください。もしいらっしゃったら、あのそれであのもしねあの見に行ってくださるあのことが可能であれば、私に連絡ください。あの席の予約をする必要がありますので、大変あの私ごとでこの会を使うことはね申し訳ない。一応そういうことです。以上です。それでは大変長い時間ご協力ありがとうございました。これで本日の会議は終了いたします。なおあのちょっと個人的なみんなですよ、ね、あの横田基地の集会のチラシ、あるいはこのパンフレット、あのご協力いただける方よろしくお願いいたします。